I could step forward one by one in the labyrinth of mysteries, making a new discovery at each step. Today's discovery is this. Buddha had nictitating membranes in his eyes along with Leonardo da Vinci. Here you see them in this video. Which indicates that both Buddha and Leonardo were modified hybrid human eyes. The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn across the eye for protection and to moisten it while maintaining vision. ブッダの目の中にも瞬膜が、瞬膜がありました。ダヴィンチの自画像、さらにはダヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの目の中にある瞬膜と同じ瞬膜がブッダの目の中にもありました。瞬膜、つまり目の中にあって目を瞬間に守る働きのある膜のことを言います。爬虫類のほかある特殊な 動物の中にある瞬膜です。瞬間に動くから瞬膜と言います。つまり、ブッダとルネッサンスに現れた1500年後のキリストが瞬膜を通して繋がったのです。まさに神と仏がこうして繋がったのです。まさに神と仏がこうして繋がったのです。神は仏は一体となって 私たち人間社会を統制し、指導してきたのです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広しは浜松ハジャパン。Japan、東京国立博物館に展示してあります、釈迦龍像です。 まさしくエイリアンの傑作ということになります。この目に注意してください。目に注意してください。目を注意深くご覧ください。人間にはあるはずもない奇妙な第三の目が表現されています。ここが瞳のようですね。そしてこのまぶたを見てください。 人間のまぶたとは明らかに違います。眼球はこの向かって右側の白い線です。ブルーが瞳です。そして上下まぶたがそれを覆っています。アンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェロームの絵と比較しています。えー、左がベロッキオが描いたセント・ジェロームです。で、このセント・ジェロームについては 何度も検証してきましたけども、まあ、エイリアンということになります。で、このセント・ジェロームの方にはですね、収、え、膜、ー、は描かれていません。ダヴィンチの描いたセント・ジェロームの方には収膜が描かれています。で、左の赤い点が、これが目尻。そして右の赤い点が目頭ということになります。で、この下のセント・ジェロームの、えー、この部分ですね。まあ、これが何であるか、私には判断がつきかねています。下、まぶたなのか、あるいは別のものなのか、が、まあ、 一見してどうも人間の目とは違うという雰囲気です。で、まあ上の方はですね、まあこれは私は瞬膜と判断しました。えー、いかがでしょうか。まあこうした瞬膜がですね、釈迦竜像の方にはしっかりと彫り込まれているということになります。瞬膜についてもう一度説明しておきます。これはワニの瞬膜です。向かって左側の方が花です。ワニの場合は 頭の後方部から前方部に向かって瞬膜が移動します。瞬間に動くから瞬膜と言います。今、スローモーションでご覧いただいています。こうしてこの瞬膜が目を保護しています。人間にもその痕跡が残っていると言われていますけれども、原則として人間には瞬膜はありません。で、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。このレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも 瞬膜があります。注意深くご覧ください。つまり、レオナルド・ダヴィンチの目の中には、人間にはない瞬膜があるっていうことになります。この今、黄色い線で囲ったのが瞬膜です。目の中に目があります。注意深くご覧ください。つまり、このレオナルド・ダヴィンチの絵もですね、 2D の写真技術を使って作られた自画像ということになります。これは、レオナルド・ダヴィンチが描いたとされる、やはり、セント・ジェロームの目です。このセント・ジェロームの中には、目が、いわゆる瞬膜が正確に表現されています。瞬膜の境目に注意してください。細かいブツブツまで表現されています。今、この部分ですね。瞬間に動くから瞬膜と言います。 ま、写真、技術を使わなければ、このような、ま、絵は描けなかったということになります。下は、虫類の瞬幕です。社会面がつぶつぶになってますね。そして、レオナルド・ダヴィンチの自画像の、両方の目と比較してみてください。これ向かって、左側の、右側の左目ということになります。まあ、つまりダ、ダヴィンチの目の中には、瞬幕が描かれていたということになりますね。 で、もう一度検証していますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、瞬膜が描かれていたということになります。中深くご覧ください。500年間、誰も気がつきませんでした。この事実に500年間、誰も気がつきませんでした。ここに瞬膜が描かれています。で、この青いところが、 瞳であり、ブルーが眼球ということになります。ですから、この黄色い部分は、いわゆる瞳でもなければ眼球でもないということですね。向かって、右側の左目はさらによくわかります。ここに春膜が表現されています。やはり、ワニと同じように後方部から前方,方部に向かって春膜が移動していたものと思われます。つまり、ダヴィンチは少なくとも人間ではなかった。 イイイコーール、まあ、ハイブリッドド型のヒューマノイドであったとということになります。ダヴィンチの自画像の左右の目をもう一度注意深くご覧ください。これがですね、まあ、ダヴィンチがハイブリッドヒューマノイドであったという一つの証拠になります。瞬幕ですね。そして同じ瞬幕がですね、ダヴィンチが開発される セント・ジェロームの目の中にも表現されています。まあ、それについては何度も検証してきましたので、えー、ここでは簡単に説明しておきます。瞬幕を確認してくださいえ。つまりこれがですね、少なくともレオナルド・ダヴィンチなる人物はですね、つまり1500年後のキリストはですね、少なくとも人間ではなかったという証拠になります。 もう一度、この割の瞬膜をご覧ください。で、春膜というのは、まあ、先ほどから説明してますように、目を保護するための第三のアイリードと言われています。これが、えー、ディオナルド・ダ・ヴィンジャーが開発される戦闘ジェロームです。この戦闘ジェロームの中には、まあ、正確に瞬膜が表現されています。 この瞬幕の境目に注意していただきたいんですけども、よく見ると細かいつぶつぶが描かれています。まあ、ちょうど今瞳を覆っていますが、その境目のところですね。つまり、こうして、まあ、ブタと、セント・ジェロームと、そしてダビンチが繋がっていくということになります。下が8種類の瞬幕です。 この今、丸で囲んだこの境目を見てください。正確に表現されているイコール上の絵も、やはり写真技術を使って作られた絵ということになります。瞬膜を確認してください。これが瞬膜です。そしてそれと同じものが釈迦竜像の目の中に描かれていたということになります。 下はダヴィンチの自画像の中に描かれている瞬幕です。この瞬幕が決めてとなりました。もちろん、バイ・ハヤシ・ヒロシ発見ですよ。このつぶつぶに注意してください。正確に表現されてますね。えつまり、下の絵もですね、繰り返しになりますけども、人間が手で描いたものではないということになります。これもその 証拠の一つということになります。皆さん自身で確認してください。そして皆さん、これが事実なんですよ。林博士の思い込みや空想や妄想ではありませんよ。これは事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。ということで、もう一度瞬膜を確認してください。瞬間に動いて目を保護しています。 繰り返しになりますが、瞬間に動くから瞬幕と言いますえ。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、その瞬幕が表現されていたということになります。が、レオナルド・ダ・ヴィンチだけだったら、まあ、ひょっとしたら、ひょっとして間違っているかもしれないという可能性がなかったわけではありません。しかし、今回、 ブッダの目の中にもその瞬幕が表現されていました。何度も繰り返しますが、ガンダーラ仏はやはり 3D コンピューターテクノロジーを使って彫刻されたものです。その新たなる傍子ということにもなります。ダヴィンチの目の中に表現されている瞬幕をもう一度確認してください。ここが今日の 重要なポイントということになります。で、今日の結論ということになります。皆さん、これは驚くべき事実と断言しても良いと思います。釈迦流像です。この髪の毛のパターンは メロのヴィーナスと同じです。それについてのビデオは何度も何度も発表してきましたので、ここでは省略しますが、この釈迦竜像そのものがですね、いわゆる神々、つまりエイリアンによって彫刻されたものだということです。その彫刻の中に、このような瞬膜が表現されていました。目の形も、まぶたの表現の仕方も、って言いますかね、まぶたも人間のそれではありません。 この青い部分が瞳ということになります。そして、目頭と言いますかね。目の付け根に注意してください。まぶたが浮いていますね。で、同じまぶたをベロッキョが戦闘ジェロームの絵の中に表現しています。左の絵もですね、写真から作られた絵ということになります。その証明も既にしました。左の赤い点が目尻です。右の赤い点が目頭です。 そして本来ならまぶたはこの左の赤い点に集中するはずですけども離れています。そして目頭もまあ人間風ではありませんね。そして上のブッダの目尻を見てください。瞬膜が表現されています。下の方の瞬膜は広く目を覆い始めている瞬膜ということになるのかもしれません。ともかくも同じ瞬膜が 釈迦流像の目の中にも表現されていたということになります。こうして、皆さんいいですかブッダと、1500年後のキリストと、そして、レオナウド・ダヴィンチが繋がったのです。瞬幕を通して繋がったのですよ。私たちを指導する神は、仏は一人であったという、その証拠にもなります。上が釈迦流像の目です。 左右の目です。そして下が、レオナルド・ダヴィンチの左右の目です。同じ瞬膜がこのように表現されていました。皆さん、これが事実なんですよ。この事実をどのように判断するか。それはこれからの問題ということになりますが、ともかくもこのようにして、仏と神が瞬膜で繋がりました。繰り返します。仏と神が瞬膜を通して、 つながりました世界の神々は一つ一人一心であったということになりますつまりこれがこの動画の結論ということになりますじっくりと皆さん自身の目で確認してください